最初は落書きとかすごいしてたんですけど、そのデザイン学科に進んでから、デザインってやっぱりあの依頼っていうのがあって、それに対して何か回答をするっていうものっていうのを習いながら、当時もう子供すぎて嫌だなと思って、なんかもっと何か作りたいみたいな、そういう作りたいっていう気持ちからスタートしてると思ってます。今住んでいる長田区っていうところで芸術祭がありまして、でその中ですごく広い場所に展示する機会があったので、そこに合わせてちょっと大きいものを描こうと思って、その大きくしようと思って作りましたね。の私が育ててる植物とか、お家に置いてある切り花、あの木、お花とか飾ってるんですけど、そういうのを見た時に、なんかこれって本当は外に生えてたらもっとニョキニョキ育つのに、うちだと環境が整ってなくて、根っことかもちっちゃくて大きくなれなくてかわいそうって思ってて、なんかその姿と自分が重なるかもって思ったんですね。あのなんか抑圧されているような世界かっていうのを思ってたので、でなんかそれとそんな自分とその植物がすごい似てるなってつながりを持ったので、自画像ということで、もう自分の部屋で目の前にいるお花の絵を大きなキャンバスに描いてみようと思ったんです。なんか自画像としてだし、救いみたいな意味を込めて、それがきっかけでなんか変わって描きました、お部屋の絵を。もう映画がすごい好きで、映画めっちゃ見るっていうのをよくやって、あとは本もすごい読むんですけど、小説以外にも考古学の本読んでみようって思ったり、生物の本読もうとか、全然あの興味なかったこともとりあえず本読んで知識貯めるっていうことをするんですけど、それだけだとアウトプットにならないので、それがどうしたら自分とつながるかですとかっていうことに意識もつなげようと思ってて、なんでなんか知識とか映画で何か貯める、それを日常生活の冷蔵庫開けた瞬間の景色と突然つながることがあったりすると、あと思って絵にするとか、貯めてたものとか記憶が今目の前で起こった何かとつながった時にハッてなるので、そういうのを逃さないように気をつけています。それでちゃんと構図決めました。キャンバスに同じように描きます、色付けますっていうことは絶対にやらなくて、まあ、できないのもあるんですけど、なんかあの人間が全部作った私っていうすごい汚いものが何かを完璧に決めてそれをキャンバスに写すっていうことをしても自分以上のものにならないので、全然面白いものができないからやりたくないんですね。それよりは一応決めておくんですけど、こんな感じっていうのは決めて書き出すけど、どうして面白くなくなるんで、それをいかに壊して画面上で構成するかっていうことの方が大事だと思ってるんで、スケッチと制作は全然別物ですね。そういう時に無理やりあのなんか下書きみたいな感じでいっぱいバーって書いていいかもしれんと思って作品にしようと思っても、やっぱ頭でっかちに考えすぎてるとうまくいかなくて結局無駄になるので、そういう時はもう諦めて本をいっぱい読むとか離れるようにしますね。絵がまとまりすぎてるとどうしても嫌になっちゃって、あの引っかいたりとかするっていう、何か一つのアクションがあるとここからはもう全然別の形に生まれ変わったり、でその歪みとかからまたなんかインスピレーションを受けて、じゃあやっぱこっちはこういう色つけようとか即興的に動きますね。一番多いのがお腹空いたからもうやめようっていうのが多くてもうストップってなるんだり、あとはあのキャンバスがもう塗るとこないよって言ってたら終わりとか、これ以上手をつけてあの自分っていう要素がこれ以上増えていくのも嫌って
って思った時にやめるとか、こういうパターン、なんか3パターンぐらいがありますね。アクリル絵の具を使ってたんですけど、でもある時ふと油絵というものがあるじゃないかって再認識して、その手から筆を通してキャンバスに乗るっていうそのエネルギーの流れみたいなのがすごくスムーズにいってるって思って、それでなんか絵がすごく描きやすくなったんで、一発で乗る色も多くなるし、そうするとなんかとにかくその時その時の瞬間の色がどんどん乗っていく感覚があってってやるんですね、自分に。それで油絵の具で今は定着しました。旅行に行くっていうことだったり、植物育てるとかもそうなんですけど、この人知を完全に超えたものと出会うことができるのか、まず旅行だったり、人知を超えたとまでは言わないけど、映画っていうものだったり本を読んだり何かと触れ合うっていうことが私の中での何か別のものとの結びつきの一つのトリガーになるというのがある。なんか美術館に行って、ロスコの絵を見た時とかに、別の国で見たお寺の中で感じた空気とすごい似てるとか、なんか全然現代の今っていうものとは違う世界とつながっているものを目の前にした時の感動とか、そういうのがまず、そういうことを画面上で構築したいっていうのがあるので、それでみんなどこへ行ったのっていう作品だったりすると、それは、私が見たびっくり作品の一つのマティスの絵をオマージュしていたりとか、他にもなんか水着で女の子が泳いでる絵はホックニーのオマージュなんですけど、見た人とのコミュニケーションにもつながるので、なんか見た人がこれってあれだよねみたいな楽しくなったりするので、それも良いと思っててやってるんですけど、画面を構成する上で自分結構苦しいのは、描いてても描いてても自分の世界でしかならないっていうところが一番苦しくて、どんだけ色を塗っても自分の色にしかならないのが苦しいから、それが嫌で一回壊す、別の色を塗る、モチーフ変えるとかをして、自分のルールを一回飛び越えるっていうことをして、そことコミュニケーションを絵画と取りながら、動画面に人知を超えたものを自分を通して作品にするかっていうことを目指してずっとやっています。私が思ってる本質みたいなものも結局自分でしかなくて、でもそれを邪魔してくるのが自我だったり、人からこう思われたいとか、そういうものがキャンバスに映ると汚れていくから嫌で、自分がすごいクリアな状態で正直に何か画面と向き合って作品を作れたら一番良かったっていうものができるのかなって思っています。アニメーション作りたいんですよね。一回写真でコラージュしたものを作って、それも大きな人間の加工ってなってる部屋で映像流してたんですけど、それがあまりにも拙すぎたので5分ぐらいの映像なんですけど、それをもっと伸ばしたりとか、音楽つけてより発展させたようなものがしたいなとは思います。